天覧山の登山道でございます。すぐ終わると思うけど、うわぬかぬかある。俺も気づかなかったけどあるよ。うん、すごかった。先週つか、こう2週間連続で行ってんのに、ここそれがちょっと、あ、本当だ、うん、違う方だった。まあ、ここ柵打って登って例えばあれどうなったんだろうな、死刑囚のあれ、京アニ燃やした人、京アニ燃やした人、死刑なった、死刑なのかなっていう。まあほぼほぼ死刑でしょうね。死刑でも犯行というか刑があれ結構遅いんでしょ、実刑って。ね、あ、あれか、あ、違うか、ね、あんな感じなんだね。ね、よいしょ、え、いた？よく見つけたね。やっぱあれさっき嘘だったわ。あ、本当気づいてる。あんなの分かんねえな。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。本当だ、いた。あんな上の方にもいるんだね、よし。ね。あ、どこ行っちゃった？え、飛んでちゃったね。これじゃない？ここ、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 あれだよ。あ、ぽいね。多分その気持ちやる。あ、やってるやってる。あれどこだ？吹いてる音、なんか癒されるね。カカカカカカ。うん。どこ行っちゃった？まあ行こうか。ね、あ、でも乾いてるわ、先週より。先週ひどかったから。ね。ただあれはかわいそうだったな、あの毒入り事件の、カレー毒入り事件のやつ。最近なんかニュース出てたけど、あれね、してないよ。多分してないと思うよあれ。え？ん？あのおばさんのやつ？うん、してないよ。してないってどれ？あの人が、あのおばさんが毒入れてないよ。なんで？え、だってメリットないから。いや、今も本来無差別になる。ない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 。だから疑われてんじゃん。無差別殺人もあるかわかんないな。うん、いやでもあのさ、秋葉だって無差別殺人になる。うん、あれね、だから動機があるんだよちゃんと。けどあのおばさんないんだよ本当に。で、なんで捕まったかっていうと。あの、うん、え、ああ、で、なんで疑われたかっていうと、うん、そこのおばさんがの旦那が確かアリを駆除する会社を務められていて、社長なんで確か、社長だったら忘れちゃったけど、でそこでその毒があったと、アリを殺すための、でその毒が毒とカレーに入って入れた薬が同じだったと、っていうので捕まっちゃったんだよ。そういう理由。いや、持ってるあなたが犯人でしょってことで捕まっちゃったっていう話。はあ、疲れた。はいよ。疲れちゃった。
うん、ここ登ればあともうちょいなんでね。入っていい。ね、本当だ。よいしょ。うん、やっぱ登りは辛いもんね。全然低いからありがたいけど、うん、めっちゃ段差高いよね、こういう階段。まあね、よいしょ、持つ？だから俺は。大丈夫？案外いたのが頭上なんとか注意。ね、あ、本当だ。倒木くんがいる。通行できません。迂回してください。だって。まあ、これはちょっと怖いな。
干さ、人間用のさ、子供とか赤ちゃんに使えるやつ、うん、犬とかにも使える顔とかにかかんなきゃ、はいはい、だってそれやってポブが病気になったとか、病気になったとか、そうなの。